潜水艦は、世界の国々の中で限られた40カ国ほどが運用しており、特に地理的な制約を持つ国々にとっては、非常に特殊かつ高価な装備でもですよね。海上自衛隊22隻体制整い、世界が日本の潜水艦に再注目しているのも事実です。今回は、海上自衛隊引き渡し、攻撃型潜水艦世界屈指の太平型に再注目、豪州原潜導入前に、蒼竜星ガルを詳しく見ていきますね。それにしても、オーストラリアの原潜導入にはびっくりでしたね。フランスがもたもたしていたからですね。世界の国々の中で、潜水艦を戦力として採用、配備している国は、2024年時点でも40カ国ほどではないかと考えられているが、全体で200を優に超える国が存在する状況を思えば、ごく限られた国が運用する兵器とも言える。地理的に自国が位置する環境が内陸という国々もあるため、すべての国々が、すべからく、潜水艦の取得と運用を志向しているわけではないとはいえ、かなり特殊で贅沢な装備品だと言っても過言ではないだろう。そうした中で、日本は、四方を、領海と排他的経済水域に囲まれた島国という、地理的な環境下にあり、海外の国々との交易の大半も、この海上交通路を通じて行っているため、その防衛の中心に潜水艦隊を据えている。日本の海上自衛隊は、2024年現在は、22隻体制の潜水艦隊を有しており、これは、かつての防衛計画の対抗、現在の国家防衛戦略に定められた体制であり、この枠外にも、2隻の練習用潜水艦を置くなど、実質的には、さらに厚い戦力を有している。日本は、1945年8月の太平洋戦争の敗戦の後、アメリカを中心とする連合国から、潜水艦の保有を禁じられていた時期もあったが、旧ソ連陣営とアメリカ陣営との間で冷戦構造が激化したことで再度保有が解禁された経緯を持つ。そこで、日本は、北の宗谷海峡、津軽海峡、南西の対馬海峡を通過して、太平洋へと進出を企てる旧ソ連の潜水艦の行動を阻止するため、その監視任務を行う潜水艦の配備を、アメリカの要請もあって再開したと言ってよいだろう。当初こそ、アメリカが、第二次世界大戦中に建造したガトー級潜水艦の譲渡を受けて潜水艦隊を復活させた日本の海上自衛隊だったが、1965年に就役させた砲塩から国産化を再開、ここから今まで建造技術の継承を続けている。この砲塩は三菱重工業者の神戸造船所が建造を行った潜水艦で一隻のみに止まったが、続く1966年から収益を果たした、朝日、岡田は容石が建造され、半数の2隻は、川崎重工業者の神戸工場が、その建造を受け負った。以後、この三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場は、現在の最新鋭の太平型に至るまで、日本の海上自衛隊の潜水艦の建造を交互に行い、その建造技術やノウハウの蓄積を積み重ねている状態である。近年は、海上自衛隊の潜水艦は、毎年一隻ずつを、交互に、三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場が建造することが常となっており、22隻体制となったことで、その使用年数も、22年プラスアルファという期間となることが見込まれている。2024年現在、海上自衛隊の潜水艦の中で、最新鋭艦である太平型は、基準排水量で3000トン、満載排水量で推定4300トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートルの船体を持つが、これは、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、世界でも最大規模である。太平型の通常動力型の攻撃型潜水艦としての機関は、ディーゼル機関、リチウムイオン蓄電池とモーターで構成されており、リチウムイオン蓄電池の性能によって、従来よりも、潜航時間や作戦行動半径が大幅に向上したとされている。この太平型の場合、現在の海上自衛隊の最新鋭の潜水艦ということで、
最大出力や水中の航行速度等のデータは開示されていないが、同様な機関構成を備える前級の、そう、旧型の後期2隻の仕様を見ることである程度の推察は可能だ。そう、旧型の後期型2隻は、水中での能力値として、最大出力5600馬力、最大速度18ノットという値が公開されているため、タイゲイ型では、これに、若干のプラスが行われているものと見る向きが大勢を占めている。こうした機関構成に加えて、タイゲイ型は、通常動力型の攻撃型潜水艦として、兵装には、艦首部に、6門の 533mm 魚雷発射管を備えており、ここから、対艦戦闘用の18式超魚雷やハープーンブロック2ミサイルを運用する仕様となっている。これらの兵装は、タイゲイ型と同時に運用されている前級の、そう、竜型、前々級の親潮型と同様なものであり、専守防衛を旨とする海上自衛隊の潜水艦として、日本の周辺の主要な海峡で待ち伏せ攻撃を行うことを基としている。タイゲイ型の襲撃によって、従来よりも、作戦行動半径が大幅に拡張されたと見る向きの一部には、従来の待ち伏せに止まらず、積極的な移動を行うようになると指摘する声もあるが、通常動力型潜水艦の速度では難しいと個人的には思える。原子力推進型の他国の攻撃型潜水艦の水中における移動速度は、おおむね30ノット前後と水上戦闘艦と同等以上の高速を発揮することが可能であるため、移動しながらの攻撃も考えられるが、20ノット前後ではそれは期待できないだろう。こうした通常動力型の攻撃型潜水艦の能力的な限界を考慮して、原子力推進型の攻撃型潜水艦の取得へと、大きく、装備品の調達方針を変更することを決断したのが、2021年以降のオーストラリアだと言って過言ではないだろう。オーストラリアは、2021年9月に、電撃的に、アメリカとイギリスとの間で、新たな軍事的な枠組みであるオーカスを締結したことを発表し、それまでの自国海軍における潜水艦の調達計画を180度転換させることを打ち出した。それまでのオーストラリア海軍は、1996年から2003年にかけての7年間をかけ、スウェーデンのベステルイエトランド級をベースに大型化させたコリンズ級という、通常動力型の攻撃型潜水艦を6隻調達し、運用を行っていた。コリンズ級は、水上排水量が3051トン、水中排水量が3353トン、全長が 77.8 メートル、全幅が 7.8 メートルという船体を持ち、主兵装も、6門の 533mm 魚雷発射管と海上自衛隊で言えば、現在のサイコさんの親潮型に、ほど近いサイズ感の潜水艦である。オーストラリア海軍は、このコリンズ級6隻の代替を検討し、2016年春には、フランスが提案した同国が開発中である、原子力推進を採用した攻撃型潜水艦のシュフラン級、これを通常動力型に変更することを選択した。フランスが開発中のシュフラン級は、水上排水量が4765トン、水中排水量が5300トン、全長が 99.0 メートル。全幅が 8.8 メートルとされているが、原子力推進型の攻撃型潜水艦としては、アメリカやイギリスのものと比較すれば、そこまで大型とは言えない。これを、オーストラリア向けに通常動力型に換装したものは、アタック級と名付けられ、兵装面では、533mm 魚雷発射管を8門を装備し、アメリカ製の MK48 超魚雷やハープーン追艦ミサイルを、合計で28発搭載する仕様となっていた。オーストラリア海軍では、このアタック級を、合計で12隻調達する予定で計画を推進していたが、前述した2021年9月に、アメリカとイギリスと、新たな軍事的な枠組み、オーカスを締結したことで、その全てを白紙撤回することを決めた。オーストラリアが、フランスとのアタック級の建造計画を白紙撤回した理由は、様々なものが挙げられているが、本国のフランスでも建造計画が遅延気味であったシュフラン級、その通常動力型への換装に疑義が生じたことは想像に難くない。
こうしたアタック級の物理的な建造の遅延、原子力推進型を通常動力型に換装するという困難さに加えて、オーストラリアが方針を大きく転換した理由は、南シナ海を自国の支配下に組み込もうとする中国の脅威が現実味を帯びたためとも言われている。2023年の新田丸基地に F-35B 戦闘機が配備される。また、護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証テストもアメリカで開始される。今回は、護衛艦加賀の最大の変更転換首形状変更でどう変化する最大級のメリットを詳しく見ていきます。F-35B 戦闘機を艦載可能にすることで、南西諸島での中国への牽制が最大化できますし、中国の J-15 戦闘機なら F-35B 戦闘機を少数でも十分対応できます。これは次期空母建造と新進のストブル版を開発で基地化できますが、これできたらやばいよ。海上自衛隊が保有、運用中の艦艇の中で最大の規模を誇る出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH は、1番艦でネームシップの出雲、2番艦の加賀の2隻が存在しているが、今、まさに航空母艦化改修が進められている。この航空母艦化改修とは、これまで回転翼機の母艦として運用されてきた出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦に対し、固定翼機で、いわゆる第5世代戦闘機であるアメリカは、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするためのものだ。こうして出雲型ヘリコプター搭載護衛艦が航空母艦化改修を完了した後には、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型を運用可能な軽空母となることが目的とされているわけだが、ついに海上自衛隊も航空母艦を保有する組織となる。これまでの政治的な日本政府の立場からすると、1950年代の見解とは、自衛隊が保持しないと表明してきた3つの兵器の具体例に、この出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化は抵触するのではないかとの意見も散見される。米ソの冷戦時代の始まりであり、かつ、太平洋戦争の敗戦の記憶が鮮明であった時期には、日本は自衛のために自衛隊を組織するが、大陸間弾弾道弾、戦略爆撃機、攻撃型航空母艦等の兵器は保有しないと説明されてきた。今回出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦に航空母艦化改修を施すことは、ここで言われた攻撃型航空母艦の保有に当たるのではないかと、一部の団体から非難が寄せられている状態だと言ってよいだろう。しかし、1950年代に挙げられた大陸間弾弾道弾、戦略爆撃機、攻撃型航空母艦等の兵器を自衛隊が保有しないという政治的な見解は、それらが、もっぱら、敵国の破壊のみを目的とした、いわば大量破壊兵器に該当するからというのが主たる理由だった。確かに、この2023年末においても、大陸間弾道弾の保有は核兵器保有国に限定されているし、戦略爆撃機に至っては、今や、保有国は、アメリカ、ロシア、中国の三大軍事大国しか存在しないという非常に稀有な兵器と化している。これに比べて、航空母艦は、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国は、元より、インド、イタリアなども運用を行っており、おおむね、海洋国家としては、昨今の、世界的な軍事的な状況を鑑みても、保有が即攻撃的だとは言い切れないように思える。そもそも、世界的な軍事の尺度から見て、
航空母艦を攻撃的かいなかと議論しているような例はなく、日本が当時置かれた1950年代の政治状況の中で、時の政府が苦し紛れに答弁した回答に過ぎないと言うべきだろう。昨今の日本は、中国による南西諸島方面への軍事的な圧力の増大にさらされており、その状態から抑止力を得るための方策の一つとして、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦を航空母艦化することを選択したに過ぎない。これは、南西諸島方面において、仮に有事が発生した場合、日本の自衛隊が利用可能な滑走路は、ほぼ沖縄本島にしか存在しないことが問題視された結果だと思われ、この沖縄本島の滑走路が使用不能に陥った場合に備えたものだろう。また、現状では、沖縄本島に配備されている航空自衛隊の戦闘機は、いわゆる第4世代戦闘機とされている F-15J イーグルのみであり、今後、F-35 ライトニング 2A 型が追加配備される可能性も全否定はできないが、地上喪失のリスクを伴う。それは、仮に、現在の最大の仮想敵国である中国との間で武力衝突が生起した場合、沖縄本島の航空自衛隊基地は、真っ先に、中国側の対地ミサイルの飽和攻撃にさらされる可能性が高く、そこに配備された戦闘機は、地上で無力化される恐れがあるためだ。そのため、そうした最悪の場合を想定し、仮に、そうした事態が生じた場合でも、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦を航空母艦化し、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機としていれば、航空戦力の投射が可能な状態を保持できる。短距離離陸、垂直着陸が可能な特殊な構造を持つ F-35 ライトニング 2B 型は、兵装の最大積載量も、ベースの A 型の 8.165 トンより少ない 6.804 トンで、さらに航続距離も短いが、南西諸島の防衛には、必須の航空戦力となることが期待される。さて、そんな F-35 ライトニング 2B 型の運用を狙った出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修工事だが、1番艦、出雲、2番艦、加賀、共に、2023年末時点で、まず、第1回目の主要な工事が施された状態である。2番艦の加賀は、正確には、第1回目の航空母艦化改修工事は、2023年の末までが予定されているが、2023年11月には、出雲に先駆けて、全通式の飛行甲板の先端を拡幅する大工事が完了し、同月中に、一旦、海上でのテスト航行を行っている。2021年度から開始されていた2番艦、加賀の航空母艦化改修工事には、この、最も大掛かりな飛行甲板の拡幅工事が盛り込まれていたため、総額でおよそ260億円を超える工事費が投入され、無事にこれを終えている。逆に、1番艦の出雲は、2024年度より、この飛行甲板の拡幅工事を含む第2回目の航空母艦化改修が予定されており、現時点では、出雲、加賀、ともに、2027年度までに、すべての改修工事を終えるものとめされている。航空母艦化改修が、完了した出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻は、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する場合、艦内に収容可能な同機の最大数はおよそ10機前後とも言われており、決して、大量の機体を運用するとは言い難い。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、基準排水量で 19,500 トン、満載排水量で 26,000 トン、全長 248.0 メートル、全幅 38.0 メートルを誇る、海上自衛隊では、最大規模を持つ艦艇ではあるが、航空母艦として見た場合に大きいとは言えないだろう。同様に、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するアメリカ海軍の艦艇としては、ワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦があるが、これらは、いずれも、満載排水量で、4万トンを軽く超過する大型艦である。ワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦を、F-35 ライトニング 2B 型の艦載に特化したライトニング空母として運用を行うケースでは、同機の最大収容数はおよそ20機とされており、こちらも
想像ほどは多くない印象ではある。それでも、F-35 ライトニング 2B 型のような、いわゆる第5世代戦闘機の戦闘力は、前に当たる第4世代機と比すれば、そのステルス性能ゆえに飛躍的に向上していると言われており、少数でもキルレシオで上回るとめされている。中国海軍の増強の象徴として、航空母艦、遼寧や山道が西太し太平洋方面まで進出して発着艦訓練を繰り返す事態が、ここ数年で報告されているが、これらの航空母艦が艦載する戦闘機は第4世代機の J15 である。したがって、日本や在日米軍にとっては、F-35 ライトニング2のようなステルス機を投入すれば優位に立てる状態であり、かつ、また、2023年末に、ロシア・ウクライナ戦争で、ロシア軍の第4世代機が多数撃墜された事実からも、同様の展開が可能だろう。少なくとも、日本もライセンス生産にて装備するペトリオットのような防空ミサイルは、第4世代戦闘機に対しては非常に有効であり、その航空機に対してはおよそ 200km ほどとも言われる射程距離内ならば、高い確率で撃墜が可能と考えられる。そのため、南西諸島で中国軍と対峙する場合の航空上の脅威は、陸上の基地に配備された中国国産の第5世代戦闘機と喧伝されている J20 になると思われるが、そのステルス性能が自称するほどではないことを願ってやまない。最近やたらと聞くレールガン開発、なんと、日本が、世界で初めて成功しているのです。今回は、このレールガンが、複数枚の鉄板を打ち抜く性能を詳しく見ていきます。レールガン開発は、アメリカでも断念した開発です。日本が完成間近と小型化され、陸上自衛隊でも利用可能です。欠点は、電力の使用量が半端ないところでしょう。巡視船にも搭載できるのではないかと考えますし、次世代兵器となり輸出も見えてきます。今のメガネ内閣では無理だよね。2023年10月、日本の防衛装備庁は、かねてより開発を継続していた、電磁気力で弾丸を発射するレールガンについて、世界で初となる洋上におけるミー試験を艦艇に搭載して実施したと公表し注目を集めていた。当初は、いかなる艦艇に開発中のレールガンを搭載してこのミー試験が行われたのは、防衛装備庁サイドからは伏せられていたが、その後の報道関係者らの取材によって、海上自衛隊が現在保有する唯一の試験艦、アスカであったことが判明した。海上自衛隊で、唯一の試験艦である、アスカは、住友重機械工業者の浦賀造船所によって、1993年4月に起工、1994年6月に進水、1995年3月に収益を果たした艦艇で、横須賀を母港とする開発隊群技術評価開発隊に所属している。この試験艦、アスカは、基準排水量が4250トン、満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル。全幅が 17.3 メートルの艦体に複数のガスタービン機関を組み合わせたコグラグ方式の機関部を搭載、最大で出力4万3000馬力、速度27ノットを誇る。ちなみに、海上自衛隊における試験艦アスカは、同隊として初の総司階級の女性自衛官が乗り組んだ艦艇としても知られており、ジェンダーフリーの流れにも適応した経緯を持つことも知られている。試験艦アスカは、
総建造費およそ278億円強がつぎ込まれた艦艇であるが、これまでにも海上自衛隊の兵装面では、新型対戦ロケットの07式 VL の試験や、新型艦魚雷の1-2式魚雷等の試験を実施した経歴を持っている。また、2017年には、地上配備型の1-2式地対艦誘導弾を艦載型とした、17式艦対艦誘導弾の搭載試験にも用いられるなど、近年の海上自衛隊の水上戦闘艦に向けて欠かせない主兵装のテストに用いられたことでも巧妙である。こうした実績を考慮すれば、今回レールガンにおいても、その試験の舞台にアスカが用いられたことは、必然であったといえ、当初防衛装備庁が、この試験実施を行った艦艇名を伏せた理由の方が、むしろ不思議に感じられるほどだ。かつて、レールガンの艦載化の試験を行っていたアメリカや、今も継続中とおぼしき中国では、その搭載は、揚陸艦などの甲板上の面積にかなり余裕のある艦艇が選択されていたこともあり、アスカの例は、その点からも異例と言えるのではないだろうか。さて、防衛装備庁であるが、この試験艦アスカにおいて実施した洋上におけるミー試験の様子を、同庁の公式の YouTube チャンネルである、防衛装備庁公式チャンネル上に、2023年12月頭に公開、その特性を紹介している。この防衛装備庁公式チャンネル上におけるレールガンについての紹介動画は、防衛装備庁の研究開発事業の進捗と題されており、わずか1分半強の短い内容でありながら、その性質を端的に示すものとなっている。まず、この動画内では、冒頭に2016年に地上で実施されたレールガンの実射試験の映像が使用されており、その弾丸の推進には、電気エネルギーを使用する将来的な兵装であることが述べられていることろから始まる。そして、電磁力で弾丸を発射するレールガンの特性として、これまでの作薬を使用する火砲と異なり、1弾丸の発射時の初速が非常に高速であること、に飛躍的に射程処理が延伸されていることや破壊力が大きいことを利点として挙げている。加えて、これまでに、レールガンの地上発射試験の発射時の弾丸の飛翔の様子をスローで映し出しており、発射後に周りを覆うカバー内から飛翔中に分離した弾丸本体が、敵である金属板を貫通する様子が収められている。この金属板は、通常の水上戦闘艦の複数枚の装甲板を想定したものであるとされており、これを撃ち抜くことは、対艦攻撃用の兵装として、十分な威力を発揮するであろうことが期待されていると視覚的に示す内容となっている。動画では、続けて、試験艦アスカに搭載されたレールガンの洋上発射の実際の映像が流され、その後は、CG で、発射後の弾丸が飛翔し、敵の水上戦闘艦に命中、これを貫通するシーンがイメージ映像として映し出される。その時のナレーションでは、こうした用途を早期に実用化するために、今も研究を継続している旨が語られ、映像の最後は、やはり、CG で、空中を直に向けて飛翔してくる敵ミサイルを、今度は空中で迎撃するイメージで締めくくられている。今回の動画内でも紹介されていた2016年に行われたレールガンの発射試験では、レールガン本体はおよそ 6.0 メートルで、口径は40ミリメートル。弾丸の発射時の初速は、秒速でおよそ2297メートルを達成。これは、マッハ7弱に相当するものだった。この時、地上での試射実験に使用されたレールガンは単発であったとされており、今後の実用化に向けては、当然連射を可能にする必要があるが、今回試験艦アスカに搭載されたものも、こうした連射が可能なものではなかったように見える。さらに、今回試験艦アスカに搭載されていたレールガンは、その口径も地上試験時に使用された 40mm よりも小型なものではないかとの見方が有力であり、威力という点で実際に期待できるものか否かは、未だ判然とはしていない。これまでに、日本の防衛省では、レールガンの開発予算として、2022年度におよそ65億円、2023年度におよそ160億円を投資しており、今年2024年度も、およそ238億円を概算要求段階で求めるなど、実用化に向けた動きを加速させている。
現時点で、日本の防衛省は、このレールガンは、開発を、無人航空機の迎撃に向けたレーザー、マイクロ等のソフトキル兵器と並ぶ、将来的に重要な装備品と位置づけており、今回の動画も、その熱意が非常に感じられるものだった。防衛庁や防衛装備庁が、ここまで開発予算を投下し、アピールする動画まで作成していることを鑑みれば、レールガンの実用化に自信を持っていることは間違いないのだろうが、個人的には、アメリカが、同兵器の開発を中止したことは引っかかる。アメリカでは、日本より先行してレールガン開発、その艦艇搭載での試験まで、イギリスを代表する BAE システムズ社らと共同でこぎつけていたものの、兵器として実用化することにはメリットがないと判断した経緯がある。これは、アメリカがレールガン開発を進めていた中で、艦艇搭載用のそれは、およそ 200km ほどの射程距離を想定していたが、この射程距離をはるかに凌駕する対艦ミサイルを、中国やロシアが開発する事態に直面したことによる。そのため、アメリカでは、レールガンを実用化する意味を喪失したと言われているが、そもそも、レールガンの運用が、そのままで、可能な現行の水上戦闘艦は、スムウォルト級ミサイル駆逐艦程度しか存在せず、その点もネックになったとめされている。アメリカ海軍の艦艇の中で主力をととめている、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、レールガンの運用に必要な膨大な電力を安定的に供給するためには、大掛かりな電源設備の刷新が必要となると言われていた。無論、アーレイバーク級に代わる次世代艦水上戦闘艦の開発も行っているアメリカ海軍だが、その新型艦 DDG-X の建造は、早く、とも2028年以降に開始予定となっており、すぐに、ある程度の数が収益することにはならない。そうした観点からも、アメリカがレールガン開発を中止したことは、理にかなった判断だったとも感じられ、逆に、中国海軍は、アメリカですら開発を諦めたレールガンを実用化することで、自国の技術力を誇示する狙いがあると考えられている。日本でも、水上戦闘艦に、連夜が可能なレールガンを早期に実用化することは、こうした状況下では困難と思われ、せめて、電力供給は、比較的な容易な地上用の対艦兵装として、まず実用化することが現実的なのではないだろうか。